ックを目指して長い旅をしてきた三蔵法師一行、その旅もついに終わりの時を迎えたのです。三遊記旅の終わり。これが天竺か。すごい地味ですね、法師。そうですね。あ、法師、どうしたんですか、法師。よっしゃ、一番取り戻った。しまった。いらっしゃだ、バカでもめ。イエーイイエーイ。僕、匂い棒だ。よし、伸びろ、匂い棒。リリグ、イエーイイエーイ。何をするんですか、まったく。いいですか、悟空。それにサゴジョ、むやみに人を傷つけるのは愚かな行為と。いや、あんたが抜け駆けするから。とにかくこんなことで争っていてはいけません。いや、あんたが抜け駆け。私たちが仲間割れしていては死んだ諸八海が悲しみます。いや、あんた、彼の最後の言葉を思い出しなさい。ちょ、やめて、マジでやめて。俺ほんとまずいから。魔法みたいな味するから、マジで。じゃあみんなで一斉にゴールするとしようぜ。無論そのつもりでしたよ。 3,2,1 で一歩出るのですよ。あれ、サゴジョ、お前靴長。俺様の靴は長いんだ。え、サゴジョの靴が長い。あ、本当だ、サゴジョの靴長。これでは一斉にゴールしてもサゴジョの足がまず入ってしまう。ダメダメ、認めません。そんな靴は。3人一緒にゴールしないと意味がありません。あんた一番にゴールしようとしたくせに。ここまで来てチームワークを乱していては死んだ諸八海が悲しみますよ。思い出しなさい、彼が死の前日言っていた言葉を。何ひそひそ俺を見ながら話してんだよ。やめろよ、不安になるだろ。じゃあ足じゃなくて手から入ることにしようぜ。それならいいでしょう。やっぱダメ。サゴジョ、爪長、あんたいつからそんな能力があったの。初めて見ましたよ。ダメです、認めません、そんなの、この卑怯者。そこまでして仲間を出し抜こうなんて、死んだ諸八海が見たら悲しみますよ。思い出しなさい、彼が死の3日前に言った言葉を。だから食べるとか食べないとか、どの辺が美味しいとか、そういうブラックなジョークはやめろ。え、ジョークじゃない。じゃあどうしましょう。格好悪いけど、お尻からゴールしましょうか、ホシ。追っかけてる。まったく、呆れましたよ、あなたたちには。自分のことしか考えないものは最低です。死んだ諸八海が悲しみますよ。彼が死の10日前に言っていた言葉を思い出しなさい。おいおい、俺は非常食じゃないっつうの。まあ、味には自信あるけど。なんちゃって。ブー。こうなったら頭からゴールするしかありませんね。なるほど、それなら平等っすね。では変形した。なんかそれ、ずるいっすよ、方針。しかも黙りなさい、これが私の完全体です。完全体って。悔しかったらあなたたちもこういうの買えばいいでしょ。どこに行ってんすか、そんなもの。とにかくそんな冠反則だ、認められねえぜ。バカマノ、仲間というのは認め合うことから始まるのですよ。志半ばで死んでいった諸八海が最初に言っていた言葉を思い出しなさい。俺、諸八海って言います。特技は食材です。なんちゃって。ブー。しかし王子、そもそも3人同時にゴールするってのは無理があるっすよ。確かに。じゃあいっそのこと競争しようぜ、後腐れなく。ではこの辺から用意どんでスタートすることにしましょう。恨みっこなしだぜ。もちろんです。でももし私が一番になれなかったら。一位のやつを憎しみで殺す。恨みっこありかよ。で、誰が用意どんって言うんだ。もちろん私です。あんたかよ、信用ならねえな。卑怯なことしそうだ。しけな。大丈夫ですよ。位置についてこら。おー、無理にスタートしやがった。待て、なんだよ、ウォリアって。用意どんとウォリアって一文字待ってないぞ、こら。うぜぇ、ダブルクズも一番乗りは私なんじゃ、ボケ。ゴク、ニョイボーだ。よし、伸びるニョイボー。あー、ダメだ、ちょっと届かない。ちくしゃ、尖るニョイボー。ケツが。まったく、あなたたちはいい加減にしなさいよ。人の痛みを考えなさい。とにかく悟空は如意棒を少し離れたところに置きなさい。では仕切り直ししますよ。位置についてよどん。よどん、待てこら。なんだよ、よどんじゃ。それ使って無限に。